今回は新しく追加された近畿の11から15の獄、これやっていきます。でまあいつも通り全部やると長くなるんで、ボス戦からまずそのギミック見てボス戦まで一気に飛ばして全部やります。でまあ11はダメを必須、減速壁必須、属性超アップのハートなしか。で裏近畿の11なんですけど、まあダメを減速壁クエなんで、いやホロホロいやちょうどホロホロの接点気がして、なんか運営さんこれ考えてなのかな。あいい、まあその今モンストやってる人はまあ別にその何11、ただの11、重力ワープの方が適正揃ってると思うんであれなんですけど、手持ち揃ってない人はホロホロここで使えんね。で反撃モードでこれ敵が乱気弾してくるんですよ。でハートなしはこのドクロが、はい、こんな感じで乱気弾打ってくるんで反撃で、まあこれ当たるとめっちゃ削る。ただその代わり回復バフでこれで回復するっていう感じになってんね。だから多属性うわな、五条線連れてきたけどあれだな、火だめでかいからちょっとよろしくないね。ほい。でもこれ友情出しにで多分倒せる。ほい。意外とこの乱気弾なんか知らないけどダメージでかいんですよね。一発どれぐらいか正直読めないけど。まあだから貫通キャラ連れてくと乱気弾って全部中心から多分出てるから、その辺触れちゃってめんどくさいみたいな感じになるのかな。はい。まあ、モーセ持ってたらモーセでいいっていうところあるんですけど、ほい。で、これ倒してって、ここは反撃なし、なんか大体のところは開幕反撃あったんですけど、ここないね。はい。で、これ、はいはいはい。で、殴って、多分弱点倍率も、あ、弱点上がってないけど、なんか弱点殴ると、すげえ削れるな。そして SS が誰も打てない。早すぎて。まあ、これ、はい、横から適当に打って、はいはいはい。なんでそんな感じで、いや、これもしかしたらあれかな、光のところは、ダメを減速壁で、倒れん接待みたいな。そんな露骨なことしてくるから、まあ、五条戦でいいと言えばいいんですけど。ほい。あー、で、反撃モードちょっとめんどくさいですね。まあ、これ、とりあえず SS 打っといてと。ほい。最強 SS 打っといて、これで、はい。あー、で、こっちは、ザコは反撃フォーミングなのね。で、無力処して、12月もよろしくお願いします。呪術廻戦ゼロの映画するんで、はい。で遅延しといて、でも多属性も多分火力的にはいけるけど、火だめがでかいからあんまりなんか詰め込みすぎるとめんどくさそうな雰囲気ちょっとあんね。はいはいはい。で最後に、まあ、これであれっすね、ホロホロのあれして終わりじゃないのかな。いやなんか倒すようだけど、まあ、これだとホロホロのあれして終わりでしょ、はい、あそっか、スワビ元素壁じゃないんだっけまあそんな感じです。じゃあ次は12の獄いきます。ギミックは重力とウィンド必須の貫通で来い。貫通の重力ウィンドか。いや皆さんついに来ましたよ、タンポポの時代がいやこれはタンポポが重心化回数る伏線なのかもしれない。でギミックはまあこんな感じでプヨがいて、まあめんどくさいからいいや、はい。でこんな感じでまあテレポトンネルもあって、はい。でプヨを倒すとこのブロックが発動して、そのループヒットしやすくなりますよっていう、そんな感じですね。でクロスドクロで、あと靴ザコが呼ばれまして、ほい、靴ザコが呼ばれてきて、ほいほいほい、まあ、これの反撃モードでこの弱点の弱くなってるのが強化されるよっていう感じになってる。だから強化してこのテレポトンネル使ってループヒットを動けるような姿勢にしてねっていう感じの立ち回りね。だからこれを薄くいって、はい、こう打って薄くいって、いや、これダメだな、友情で反撃で、まあ、こんな感じですね。いや、でもこれワンパンまで、てか SS 溜まんないから、ワンパンも何もないな。まあ、適当、はい。はい。いや、しかもそれさらに広範囲に友情を撒き散らせるタンポポの友情。いや、これすごい刺さってますね。ほい。しかも、あとボス2ゲージだしね。っていうか、新しい近畿って全部6ステージなのかあんまり意識しなかったけど、他の近畿って全部8ステージよね。なんか今更だけど。で、そしたら、多分これがラストでしょ？で、またプヨ倒して、うん、で、プヨ倒して、で、この上のザコも多分倒す必要なのが、テレポそこか。はい。で、テレポ、はい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 。で、倒しますの、で、置いときますの、で、靴ザコ来ますので、じゃあこれで移動するでしょ？で、これで上の多分ザコ倒さないと良くない、あとは何だろう。まあ、こう打って、はい。あれ、すげえミスった。友情でこれ倒せるかな？あ、友情強っあ、これなんか、殴りに行かなくても友情でいけるレベルの弱点強化か。じゃあ、これは、あ、そうね、じゃあこれ横に出して、はい。はい。
友情出して友情出して、これで靴だこ加速してここ殴っていきます。だから下からテーポトンネルで移動していかないと最終的に戻ってくるのは下になんないから、まあ、下から行くのがいい立ち回りってことですね。あとはだからこれは、まあ一応あれか、テーポトンネルもあるから縦間でやってけよって感じになるのか。はい、こう打って上からこう行って反射カーネル化して、はい、まあ、ここで多分貫通、いや貫一貫通でこれでいいんだったら別にわざわざ反射になる必要すらないな、これ。だからこれ薄く縦で多分、はい、で友情でこれ強化されるでしょ。はいはい、ほいで友情で、あー程よいやみんな超バランスだ。いやこれがタンポポのちょっともうあれなところか。あとはじゃあこれ、よしこれでタンポポの SS 打てるようになったんで、まあ横勘でいいかこれ。はい、いや頼む綿毛、ほいで設置して、はいはい、で友情でヒットス出して、いやこれがまあ朝倉陽とは違う旧時代の割合 SS っすよ。ほいザッ。じゃあ次は13の極いきます。ギミックがワープ必須ブロック、お火のワープブロックじゃん、弱点20倍。いやでここなんですけど、いや夏かと思ったら夏じゃなくていやこれ見たらあのビジョンベース、あのアンチテーゼのやつなんですけど、ほらもう完全にこれ貫通なんですよね。貫通ゲーなんですよでこれ、はい、いやで夏の SS 打って、はい、今これを適当な近い敵に当てて、はい倒します。ほい、まあ、こんな感じなんですよね。もう全然強くない。もうせっかく夏つぶしだと思ったのに。じゃあ、まあ、とりあえずこれ友情出すでしょ。はい。で、まあ、友情出して、とりあえずこの、よくわかんないやつ倒していって、はいはいはい。で、これ倒します。はい。なんとか敵の弱点の中心に、いや、この夏の SS 当てて、いや、夏もいけますよっていうとこ見せたいですね。ほい、薄くいって上いきます。おー、何してんねん。まあ、別にいいけど、絶対大したダメージ出ないし、殴っても。これで、ああ、弱いや、まあ、こんな感じなんすよね。で、まあ、これで、まあ、エスカノールさんの SS も使って、ほい、ビジョンベース使う、ほい。で、これ、ブレスがね、意外と、まあ、おまけ程度には強いんですよね。ほい、ほい、ほい。まあ、外側殴っていって、このクルエルさんが、まあ、これ必中なんですよね。透明化でボスしかいないから。どうだろう、でも、さっきの夏のあれ見る限り、そんな通じないよね。いや、夏の3倍ぐらい強くね。いや、夏いじめやんけ、これ。ほい。で、これでまぁ適当に殴っていって、はい、ブレス当てます。いや、もうこんなちまちました戦い見せなきゃなかんねえよ。あと2ターンでよく見た即死だし、まぁ、あ、多分即死には間に合うでしょ。はい。まぁ、あ、これを、はい、はい、はい。で、ブレス当てて、ブレス当てて、ちまちま削っていって、よし。うわ、地味。もう終わっていいっすか、これ。終わるわ、勝ったし。じゃあ次は光属性いきます。これが、ワープ必須、魔法陣必須、属性超アップ。ワープ魔法陣はね、もう属性関係なしでいいやと思って。いや、あの、火ダメ関係ないというか、むしろ闇属性連れていくと火ダメ増えるから、ほら。こんな感じで、仕様がね、覇者の38階の、なんか、バージョンアップバージョンみたいな、そんな感じ。で、レザバリまとってるんで、まあ、正直、カマエル連れてきてもそこまで役に立たないんですけど、レザバリ止められるしね。ただ、あの、爆発持ちと食わせるんだったら、爆発しながら撒き散らして入ってくんで、殴れば意外となんとかなるんですよね。ほいほいほい。だからレーザー止められるってこんなぐらいなんですけど、まあ別に、まあいっかと思って。ていうかこれってあれだな。撃てるな。はい。はい。で、これを、ほい、ほい。どうだろうこれ。いいんじゃない別に。で、そしたら、これでどれだけ削れてるかね。一応弱点強化ザコ倒したら入るっぽいから、あー、まあそんなもんすか。だから、これ、はい。だから爆発経由して撒き散らしながら、いろいろ殴ってけば意外となんとかなるんで、まあ構える2体積みとかできるんだったら、意外と構えるいてもそんなに苦労しないっすね。多分、ちゃんとしたキャラ使うとなんだろう。多分、反射の、なんだっけ、あのキャラ。イージスだ、イージスみたいな感じのキャラ使ってるけど、なんかめんどくさそうなんで、これ貫通じゃないと。ほいほいほい。で、あとほら、闇属性だと、超アップだからめっちゃ食らうけど、多属性だったら多分そんな食らわないんで、ほい。これもう、はい、触れて、多分これで倒せんじゃない？ OK。ごめんなさい。で、そしたら、
とりあえず1体倒して道を切り開けるといいんだけどな。3フレぐらいで。あー、ダメだ。これ開きれ、切り開ける範囲じゃない。切ない不正できないっすわ。ほいほい。で、爆発して、密着してるから削れ。ダメだ。この位置からだとさすがに、3フレすらもできねえや。ちょっとさすが、これ撃てないっすわ。で、あとは露出して、モツ RSS 使って、なんとか指数のほい。はい、爆発で殴っていって、倒しながら下行って、OK。あとは多分みんなの大号令でこれなんとかなるんじゃないのかな。露出大号令するし。縦勘かなこれ。はい。いや、これほんと返されいらないわ。いや、ハオ様と、おお、あ、でもこれよく見たらハオ様と、ヨウのコンビになってんじゃん。声優的な意味で。というわけで最後15の枠、この奈落やってきます。ギミックが、地雷と魔法陣超アップ、エレメントエリアか。で、15の極は、これあんなだっけ、ガロンの、あれだっけ、あのエレメントエリアのスイッチみたいなやつ。これがギミックとしてやってきて、はぁ、まあ、これがギミックとしてやってきてて、朝ソロがすっげー強いこれ。いや、範囲内で全敵ロックを打つと、なんかね、雑魚が割と消し飛ぶから、まあ、あとキスキルもね、まあ、地雷対応はしてないんですけど、オールアンチで解除できるし、意外となんとかなるんじゃないのかな、ほい。これを、まあ、適当にこうやって、まあ、縦勘で、はい、はい。まあ、これで結構いけんじゃないのかな。あとこれでもプラズマ引っ張りが結構強いんで、朝ソロと、まあ、キスキル持ってたら、どうなの、今んとこ、初見やった感じ優先的に入れたい雰囲気はちょっとしたけどね。ほら。なんか、エレメントエリアなくてもキスキル削ってる気がするけど、気のせいかな。で、これで周回して、刹那やるってことでしょ、今回は。多分。まあでもギミックが違うから、その刹那はもらえるかもしんないけど、まあ、刹那か別キャラかは分かんないけど、少なくともギミックは違う新しい刹那のクエストになってんじゃないのかな、きっと。まあ、それか別キャラになってるか。まあ、多分運営さん的にそんな優しいことしてくんないから、普通のキャラになる気がするけど。だからこれを友情拾って、ほい。で、プラズマ引っ張りして、こんな感じですね。で、オールアンチも、あれ、撃てないっけ、まだ。あ、撃てねえ。いや、でもこれ多分横勘で、ちょっと気になるのが、エレメントエリア展開しなかったら耐える気がする。うお、耐えねえし。めっちゃ食らうやんけ、エレメントエリアなくても。危ねえ、死ぬとこだった。まあ、そんな感じで、まあ、死にかける感じですね。はい。はい。で、これ多分倒すでしょ。はい。よし、OK。そんな感じで、まあ、近畿終わったんで、あとは、まあ、多分、刹那出ると思うんで、その辺周回して、まあ、やっていこうと思います。はい。それじゃあ、ごきげんよう。